どうも、ヤマトランクスです。ファイナルファンタジー9、続きからやっていきたいと思います。今回はこちら、デザートエンプレスを攻略していきたいと思います。早速行きましょう。外に出れるんかな、こっから。おお、なんか神殿っぽい感じですかね。なんだ、え、鳴き声がする悪魔の真理。え、光を放つ陽光樹は力の証。え、なんか仕掛けがある。え、灯火を灯さば道は開かん。火を灯すってこと？なんだ？お、目が光った。え、なになになに、道通れるの？おお、道ができた。これどこに行けるんだ？あ、上に出てきた。おお、ろうそくに火がついた。なるほどね。はい、じゃあどんどんろうそくに火をつけていく感じですかね。こっちは、あ、火ついた。お、道が開いたぞ。あ、でもこっち行けないの？わ、火ついた。火つけると結構いっぱいありますね。お、開いた。結構難しいかもこれ。はい、閉じる。これは？え？これもか。え？閉じ込められたけど。え、どういうこと？いろいろギミックがありますね。うまく火をつけなきゃいけないんですけど。え？開いたわ。ここはつけとこっか。はい、むず、これむずない？ちょっと、あ、そういうことね。すべての灯火を灯さば道は開かれん。はい、こういうことね。え、なになになに、おわわわ、これは、ん、これいいかな。これで結構全部ついた感じがあるけど、これは最後これじゃない？お、なんか光ったぞ。力の供物、光る玉調べますか。はい、何、アンクレット、なんだろう、アンクレットって。アクセサリーかな、それともなんか貴重なアイテムかな。あ、アクセサリーですね。強い、強いアクセサリー。え、ここ進むべき道じゃないの？じゃあ、ん、あ、宝箱がある。妖精のピアス。え、他に火灯すとこある？横とか。あ、こころうそくあるわ。なんか光った。え、宮殿を守りし者よ、属性を無効にする力を、え、備えられし指輪より抽出したまえ。はい、プロミストリング、これもアクセサリーかな。プロミストリングありますか。プロミス、あ、これか。
お、なんかすごそう、これいろいろ吸収するんだけど、誰が装備できんだこれ。ガーネットあたり誰も覚えられないじゃん、このアビリティ。まあ一旦いいか。あとは、こっち、あ、こっち来てなかったわ。あ、火ついた、また光ったぞ。はい、耐える力を備えられし鎧より抽出したまえ。はい、なんかいっぱいいろいろもらえていいですね、ここね。シールドアーマー、これは普通に鎧かな。装備できる人いないか、アーマーは。スタイナーとかいれば多分装備できたと思うんですけど、他は、え、あ、上行った、上行った。はい、おー、なんか光った。え、ん、なんか見落としてないか。え、図書館みたいなとこ、ここ、おお、何ガチャンって、こっち、あ、違うな、階段があるな。もう一個ろうそくあるからとりあえずつけれないのか。光なき飾りガラスに光ありて道は通ず。え、これはつけれないの。ん、他に調べられる場所、はい、おーおーおーおおおお、奥に行けるんかな。すごいな、ここ。あ、またなんかあった。腕輪、雲海の腕輪、腕輪ね、雲海の腕輪。魔法回避がゼロになるんだ。はい、あ、ここ消しちゃダメだね。つけて、他のところはなんでつかないんだろう。こことかなんでつかないんだろう。なんかあるのかな。あ、ついた。順番があるのかな。上、あ、ここもつけて、おーおお、あのステンドグラスみたいなね、綺麗に光りますね。さあ、ここもかな。うわあ、そんな感じかな。オッケーオッケー。で、一旦戻って、これつくようになったかな。あ、あ、なったなった。おお、ろうそくつけて、そんだけ、ん、でもなんかモーグリみたいな音しなかった、ポケーって。え、あれ、気のせい。あ、いた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 。セーブできますね。一応セーブしておきましょうか。さあ、セーブ終えたんで、モグネットでも見ておきましょうか。特になんもないね。こっち、またろうそくがあるけど、つけれますか。つけれますね。なんだなんだ、なんでアングル変わった今。ちょっとこっちも、わ、光った。また供物があるんですかね。あ、ちゃう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 、そっちちゃう、そっちちゃうて、ごめん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 、間違えた。つけて、手前か、もうちょっと、こっちか。はい、帽子、帽子ね。黒ずきん、黒ずきんね。止まらずの術です。あー、ビビあたりが
です。覚えれますね。こっちかな。はい、なんもないかな。通路かな、ただの。またろうそくが3つほどあります。あ、反対側に来たんだね、さっきのとこから。え、そんだからアングル動くの何？なんかなった？え？とりあえず盾ゲット。ベネチアシールド。シールドね。シールド？シールドってなんだ？そんなの装備できたんだっけ？シールド。まあ、いいか、一旦いいや。え？もう全部、来たよね。他なんかあるのかな？消しちゃダメだよね。これなんだろう？ん？なんか仕掛けかこれ。なんかつけなきゃいけないものと消さなきゃいけないろうそくがあるのかな。え？亡霊の誘惑、邪悪なものの影を追うべからず。どういうこと？聖なるものの影を追う。あ、これ聖なるものか。これの影を出せばいいのかな。影出た。で、邪悪なるものの影消せばいいのかな。むず。こっちは多分悪魔だと思うんですよね、これ。冥界より来たる死者。おおおお、なんかできた。道ができた。そういうことか。行きましょう。お、なんかボスっぽくない？防御システムに反応あり、侵入者を発見しました。これより侵入者を排除するため、監視モードから攻撃モードに変更します。な、なんなの？クジャの声じゃないわ。何よ、隠れてないで出てきなさいよ。やっとたどり着きましたね、ボスまで。いや、このメンバーでボス勝てるかな。うわ、なんだこいつ、石？何こいつ。え？宮殿内の溶鉱寺を検出中。なんだろう。え、属性攻撃の無効化に失敗。あ、失敗したぞ。魔力ステータスの向上に失敗。おお、失敗してる。めちゃめちゃ失敗してる。あの砲撃みたいに取ったからかな。え、失敗しまくりだろこいつ。弱いんじゃないの。溶鉱寺による性能の向上に失敗しました。ほう、タコ殴りにすればいいのかな。ファイラ、どうしようかな。とりあえずカーバンクルしていきましょうか。魔法攻撃してきそうだから。で、リヴァイアさん、まあ、カーバンクルのルビーの光で魔法攻撃をね、反射できるようになります。まあ、相手のね、攻撃パターン次第なんですけど。さて、サンダが来た。跳ね返す。オッケー、あんま強くないな。あ、殴っとくか。99、硬っ。硬っこいつ。投げる。1300、大ダメージは入らないですね。ファイラー、
まあ、BB が一番強いかな。リバイアさん56、物理が全然入んないですね。リフレク、いやマジそういうことしてくんの。じゃあ貯めときましょうか。リフレクね、どうしようかな。こっちもリフレクして、あれだな、カーバンクルが溶けちゃってるな。まあ、とりあえず殴っとくか。フリーザーがやばい。リフレクしてるよね。クイナにファイラーやるとリフレクしてるから跳ね返して攻撃すると思うんだよね。うわ回復しやがる。でカーバンクル跳ね返して攻撃、頭いいね。これこれ投げる。でエーテルでエーコの MP 管理。で貯める。エアルラ、よし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 、いい感じやぞ。ほぼほぼ相手がね有効な攻撃してこないんで、まああとは持久戦ですかね。相手の HP がね尽きるまでうまく立ち回っていきたいところ。リバイアさん、オッケー。黒魔法をもう溶けてるかな。うわっしまった、めっちゃ回復しちゃった。そうだ、ケアルラがケアルラがさ跳ね返っちゃったんだ。カーバンクル、さあリヴァイアさん頑張れ。かっこいいね、ド迫力リヴァイアさん。貫け、いやこれ2000年のゲームで結構いい演出作ってますよね。もう20年以上前のゲームなんだけど。さあ1800、ガーネットの NP がね枯渇してしまうところ。オッケー。でエーテルで自分の MP 回復して、オッケー、カーバンクルナイス。ファイラーリフレクやめて。いやーリフレックしてきちゃった、そりゃあかんて。フェンリル、さあガーネットの MP 管理。クイーナは物理で殴り続ける。いやーしまったなこれ、跳ね返っちゃった。でリヴァイアさん、いいね、ガンガン殴ってくよ。フェンリル頑張れ。フェンリル効かないかな、浮いてるからワンチャン効かないかも。パンチ、浮いてるから地面効かないかな。あーやっぱり効かないわ、なぬ。サンダーが、跳ね返せないね。あれ、ルビーの光取れちゃってる？ちょっとこれなんかリフレクがさついてるかどうかが見た目で分かりづらいんだよな。あ、倒した？お、
防御システム停止します。やったー、よかった、なんとか初見撃破成功。よし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 、いや、このパーティーでよく勝ってたよ。ゲイ、さて火を灯しますか。お、なんだ、魔法陣みたいにできた。お、ワープした。一方その頃、お、ジタン、やっと戻ってきたぜ。おっと、のんびりしてる場合じゃないな。早くあいつらを助けてやらないと。合流できるんかな。こんにちは。はい、それだけね。よいしょ、無事だといいんですけどね、二軍メンバーたち。よいしょ、こっちですかね。クジャはまだいるのかな。じゃあワープしていきましょう。あれ、どこだここ、違う場所に出てきたのか。よく戻ってきたね。その階段を登った先の部屋に僕はいるよ。ただしジタン、君一人で来るんだ、待っているよ。ジタン、これは罠であるぞ、心していくのだ。ああ、わかってるさ。行きたくねえ。しばらくここで待っててくれ。こっちはいけないのかな。あ、動かないんだ。ええ、一人で戦うとかやだよ。なんかないかな、最強。あー、微妙ですね。行きます。何ここ、うわ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 、さあ入りたまえ。また会えて嬉しいよ、ジータン。仲間は無事なんだろうな。おやおや、取り付く島もないね。そこを覗いてごらん。心配しなくてもいいよ、ちょっと眠ってもらってるだけさ。さあグルグストーンを渡してもらおうか。助けに行けって。助けに行くんだ。みんな無事なのであろうか。万が一姫様の恩義に何かあったら、自分はどうしたらいいのだ。え、何？なんか来た。え、どういうこと？え、あの眠ってるやつは偽物ってこと？あれ、ジタンは？ジタンはクジャの部屋に行ったが、皆はどうやってここへ？実はあの、説明してる時間はないわ。とにかくジタンを止めに行かなきゃ。早く走れって。あ、キャ、なんで英語だけ。もう何なのよ。あ、ゾーンとソン、英語。さあグルグストーンを渡してもらおうか。この野郎、どこまで卑怯なやつなんだ。ふふふ、そんな言葉は聞き飽きたよ。さあ渡すのか渡さないのか、どっちにするんだい。ジタン、渡しちゃダメだ。え、じゃあここにいるのは。これはちょっと計算外だね。そうだよ、この中にいるのは偽物さ。
でもこれで勝負が決まったわけじゃないよ。どういうことだ。ふふふ、キャー、何すんのよ。エイコだね、エイコ。エイコ、このシロ様が助けてやるケロ。なんでおじゃるか、このカエルは。カエルなんてこうしているでごじゃる。むぎゅ、むぎゅ、うそ、ケッケロ。やっぱりダメか。あ、あ、グルグストーンが残った。余計な奴らを殺してグルグストーンを君から奪ったら、君たちも処分してしまうつもりだったが、とりあえず彼女とこれだけはいただく。またいつか会えるといいね。逃げられちゃった。くそ、やつはヒルダガルで1号で逃げるつもりじゃ。クジャ追うぞ。というわけでパーティー帰れますね。ちょっとガーネット入れたいですね、ヒーラーとして。こんな感じでいきましょうか。じゃあ戻って、ちょっと待って、一旦なんかあるかもしれないから探索。なんかないかな、アイテムないか。こういうところになんかお宝忍ばしとけよな。じゃあ一旦戻って、飛空艇の方に行くんですかね。こっち行けないよね。こっち行けるの、こっち行けるの。いや、こっちちゃうもんね、絶対。飛空艇の方だから、手前の方のワープゾーンから行くんだと思いますけど。いや、エイコがまさか連れて行かれるとは。クジャは一体何考えてるのかね。なんか召喚士一族になんかあるんですかね、クジャね。あ、ない、飛空艇がない。どうすんのこれ。ちくしょう、逃げられちまったか。あ、シュド生きてる。ジータン、ブルーナルシスで追いかければまだまだ追いつける距離じゃケロ。言われなくたってそのつもりさ。みんな行くぜ。うん、はい。というわけで今回はキリがいいのでこの辺にしておきたいと思います。また次回ご覧ください。